コルメイユザンパリジは、フランス、イルドフランス地域圏、バルドワーズ圏のコミューン。コルメイユは、パリに非常に近いにもかかわらず、全体的に緑の多い町である。コルメの名は、時に、コルメールと書かれた。これは、ナナカマド族の家映えから由来すると考えられる。パラジとは、ガリア系のパリシー族に由来する。サンマルタン教会コルメイユ要塞最古の人の、 定住の記録は、紀元前4000年頃である。ローマ時代3世紀のビラートがコルメイユで見つかっている。町としてのコルメイユに、初めて言及されたのは697年である。メロビング町の王キルデベルト4世はその検証の中で、アルジャントゥイユの修道場たちにコーニアリータスの王家の森を提供するように触れている。832年、コルメイユの名は、 サンドニ修道院の検証の中に登場する。フランス革命までは、コルメイユは、サンドニ修道院を領主とする町だった。建築 CA たちは、サンドニ大聖堂を建てる前の研究材料として、コルメイユの教会や納骨堂は12世紀に、シュジェールが建てさせたとみなしている。おそらく古い遺跡の上に建てられたのだろう。教会には、高い塔があった。ジャン2世。 シャルル5世がイングランドの捕虜となっていた間、敵は塔を破壊させた。この時代のコルメイユはワインを生産する農村だった。中世のコルメイユのブドウ畑は品質が高く王が贈り物として贈ったものだった。1789年三部会のため、コルメイユのブドウ農家は農産がものはパリの門に入るともはや課税されないと主張した。 この時代のコルメイユと、隣のラフレット、合わせて538ヘクタールのブドウ畑があった。1791年、ダゲールは、父親が新しい仕事を見つけたオルレアニへ向かった。パリの食料不足が深刻になったので、ブドウ栽培は主に穀物や野菜の生産に置き換えられた。19世紀初頭、コルメイユで、石膏採掘が始められた。 1870年の戦争中、プロイセン軍によってワイン販売がパリで一時停止させられた。ビールが支持されたのである。毎週日曜日になるとパリ市民は西へ郊外へ向かった。シャトゥー、アルジャントいイユ、コルメイユでは今まで以上にワインが生産されていたのである。一軸や他の発色剤が混ぜられたワインの品質は低いものだった。 フランスの鉄道網が整備され、南部からワインを輸送することが可能となると、イルド・フランスのワイン作りは、その重要性を失った。この時点で、フィロキセラ病は到達していなかった。1874年から1877年までの間に、パリ最大の軍事要塞の一つ、コルメイユ要塞が築かれた。映画、 将軍たちの夜などいくつかの作品の舞台とされた。1892年、鉄道はコルメイユに達した。パリから街の賑わいが移ってきて、ブルジョワが別荘をコルメイユに構えた。鉄道到着後の19世紀終わりから20世紀初め、街は力強く成長していった。多くの中産階級の世帯がパリに近いコルメイユへ移住してきた。彼らは、 別荘の建設を地元建築家に委託し、折衷主義とアールヌーボーの香りを建物に浸透させた。1930年代、多くの外国人労働者、ブルトン人、中国人、ポーランド人、セルビア人、チェコ人、ポルトガル人、マグレブ出身者などがコルメイユへ移動してきた。初期の多様な意味は、街の個性の一部となっている。 1980年代はじめ、採石場で有害物質の排出が起きるため、事態を正すよう求められた。ありがとうございます。